水地図工領、すなわち水地は中国の竜の一種、あるいは姿が変態する竜種の妖精だとされる。本草項目などでは鱗を有する竜類とされる。その眉がこう生するので、水地の名が付けられてという人、術意の説明が本草項目でも引用されている。これは眉と眉が交差するようにもとれようが、これは眉毛が一本につながって生えることが、 後世だとの説明もある。辞典、悲願によれば、俗称は、馬藩であるという。また、漢語の、香料は、盆語の、宮藪に当たるとされる。遺体で、クビラとも、表記、最も仏典では固有名で見られ、クビラといえば十二神章の一人である。サンスクリット語の表記は、カンヒラで、花の長いワニルを意味する。言葉の用法としては、 高領という表現が用いられた場合、一種類を指すのか、水地と竜という別の二種類を並称したものか、必ずしも半然としないと指摘される。その一例が、素地、理想にある高領を手招いて橋をなせ、という下りである。大いつの宙によるならば、この箇所では小なるものを、水地、大なるものを竜とということである。一方、一種の高領とする。 デビッセルの英訳の例も見られる。水地の訓読みは、水地だが、中国の別種の竜である野竜もまた、水地と訓ぜられるので、混同も生じる。水地は、竜族つまり、竜の仲間とされる。水地は、乱世とされる。水域で生まれるか陸で、孵化するかについては、巡守漢覚編に、積水の淵をなさば、交涼星ずと見える一方、ワイナンコ暴族訓では、 香料は淵に、福根するも、その卵は漁において避けるとされる。香料はいずれ飛べる、種のドラゴンに変態を遂げるというような記述が、術域にあり、水に住むは500年で水地となり、水地は1000年で竜となり、竜は500年で、住龍、竜、1000年で、当たる竜となると記されている。水星のというのは、水のマムシ、マムシ、あるいは海蛇の一種かと推察される。と、 同じく、香料の本来の住所は水であることは文献に参見できる。香料は水石、香料は水を得てこそ、神の力を権限させ、すなわち、香料は水虫の神であると説かれる。池の魚数が三千六百匹に増えると、水血がボスとなり、古文の魚たちを連れて飛び去ってしまう。防衛策として、すなわち魚鳥の屋根を水中に仕掛けておけば、 考料は諦めてゆく、とされる。異分があり、360魚の長となる水地を防ぐには、すっぽんを放てばよい、とする。すっぽんすなわち、すっぽんを得ることで、水地の弊害を免れる旨は、本草項目にも述べられる。儀式和人伝では、会計に封じられた、過去の証拠の子は、断髪、分身し、持って、考慮を避けると記し、このことと、和人も、 また、分身しまたもって、大魚、水金を払うすることを引き合いに出している。大林多下領などの民族学者は、中国と和における水難の魔除けの入れ墨には、関連性があると見、さらに日高さ館は、和人の入れ墨もまた同じ苦流型ではなかったか、と推察しているが、中国では、すでに聞き一ったが、単語校において、古伝に語られる。 五越人の断髪分身も、流門の入れ墨をしていたものと推察していた。理事陣が変した、本蔵項目、鱗部、龍流類は、術域を引用し、水地は流に属し、鱗を有すものであるとしている。さらには別の文献を引いて、以下のように伝える、肺、は、炎、い、高周期曰く、水地は、長さ一畳余りあり、蛇体日誌を有し、その足は広くて縦状である。 頭は小さく細けで、径には白い絵がある。胸元は赤く、背には青い半紋があり、脇の辺は二色のごとし。尾は肉管がついており、大きな個体だと太さ数がこいにもなり、その卵もまた大きい。三階行の各白中にも似たような記述があって、首にあるものは白としており、これは白いコブと訳される。また、道中では、 卵の大きさは、一石や二国を入れるべき米のごとくとあるが、遺本によれば、男性で、子が一二国の大ごとし、よく人を飲むと記載される。比賀にもまた似た記述がある。また、説問開示の原本にはないが、信代の段玉最中本では、水地は無角であると補足する。これと相反して、主春性、節分通訓定性では、竜は、お酢のみが有格で、 竜子のうち一角のものが水地、諸ろみのものが無角のものがであると注釈している。さらに、本蔵項目は、水地の属種に、神を数えている。竜仙説に供される米に関する説話は、香料が関係しており、これが、血まきの起源という説がある。説話によると受水して神が仏源を祀るため、 祖では米を竹筒に詰めて、川に投げ入れていたが、ある時調査の苦曲という人物のもとに屈原現,現れ、そのままでは米は香料に盗まれてしまう、よって竹筒の上はおうちの葉で塞ぎ、色糸をつけてほしいと頼んだという。その二物は香料が意味嫌うものだということである。この小事が血巻の起源を語っているというのが一つの説である。ありがとうございます。